こんにちは、三蔵です。今回は1日3食は悪習慣ということをお話していきたいと思います。豊かで便利な社会になった現代において食べ物に困ることはほとんどなくなりましたよね。食事の意味合いも変わってきていて、お腹が空いたから食事をするのではなく、人と会うから食事をする、美味しいから食事をするということが多くなっています。あまり食欲もないけれど、食事の時間になったから仕方なく食べるということもあるでしょう。こちらを見ていただいている方の中で、朝は寝坊して1日2食の時もあるけど、なんとなく1日のスイッチを入れるために朝ごはんを食べるという人は多いのではないでしょうか。それもそのはずで、私たちは小さい頃から朝ごはんを食べなさいという教育がされてきたので、それを当然としているのは仕方のないことです。ただこれからご紹介しますが、普段から当たり前のように習慣化している1日3食は実は食べ過ぎだという衝撃の事実があります。今のような豊かな社会においては、当たり前の生活をしているだけで、知らず知らずのうちに体に害をもたらしている可能性があるのです。私たちの体は、体に送り込まれる食べ物の処理が追いつかず悲鳴を上げている可能性があるのです。今回の動画では、人なら誰しも当てはまる食をテーマに解説していきたいと思います。では早速いきましょう。 NHK の調査によると、日本人のおよそ8割が1日3回の食事をとっているそうです。しかし、1日3食が理想という確固たる裏付けはありません。それどころか、1日3食は成人が1日に必要なカロリーからすると食べ過ぎと言えます。食事をした後に疲れを感じたり眠くなったりする人は要注意です。必要以上に食事をすると、胃腸や肝臓がギリギリまで働かされ、消化する能力が衰えていきます。疲れや眠気や胃腸や肝臓が発している疲れのサインかもしれません。食後の眠気というのは、血糖値の急激な上昇が引き起こしている可能性があります。ご飯やパン、甘いものなどを食べ過ぎると血糖値が急激に上昇します。上がった血糖値を下げるために、体はインスリンというホルモンを分泌するのですが、この血糖値の急激な乱高下が体にダメージを与えてしまい、疲れや眠気の原因になります。習慣として食欲がないにもかかわらず無理していることはないでしょうか。幼少期から食欲がなくてもご飯を食べさせる習慣が日本人の多くに根付いているのではと私は思います。そんな習慣が自分自身の体に負荷を与えてしまっているわけなのです。食事の本来の目的は、体に必要な栄養分を必要なだけ取り込むことです。必要以上の食事は、知らず知らずのうちに体にダメージを与えている可能性が高いです。週に1日でもまとまった空腹の時間を作ることができれば、内臓を十分に休ませることができます。他にも空腹のメリットが大きく3つありますので、ご紹介していきたいと思います。まず、空腹のメリットの1つ目には、がんリスクの低下が挙げられます。がんの原因は、細胞分裂の際に DNA のコピーミスを起こし、突然変異が生じてがん細胞が生まれることです。これに対して、人間の体にはがん細胞を修復したり除去したりするシステム、アポトーシスが備わっています。糖尿病や肥満になると、血糖値を下げる他のインスリンの分泌量が多くなります。インスリンの濃度が高い状態が続くと、アポトーシスを抑制してしまったり、細胞の増殖が促進されたりするため、がんにかかりやすくなってしまいます。逆に、空腹の状態を長く保つと、糖尿病や肥満になりにくくなるため、がんになるリスクを軽減できます。加えて、空腹により古くなった細胞を内側から新しく生まれ変わるオートファジーが働き出します。空腹にならないと活性化しないこのオートファジーは、東京工業大学の教授がノーベル賞を受賞するなど世界的に注目されている現象です。
オートファジーが働くと、がん細胞を発生させる原因の一つでもある活性酸素の働きも抑制されます。空腹という薬は、がんの予防において非常に高い効果があるのです。空腹のメリット、二つ目はアレルギーの改善ができることです。人間を病気や有害な物質から守る免疫システムの暴走がアレルギーの正体です。免疫システムにおいて中心的な役割を果たすのが免疫細胞です。普段は様々な免疫細胞がバランスよく存在し、協力し合うことで有害物質を監視したり撃退したりしています。ところが免疫システムが暴走し、花粉や一部の食べ物などを体に侵入させてはならない異物と認識してしまい、くしゃみ、鼻水、ジンマシンといった反応を引き起こしてしまうことがあるのです。その原因の一つとして考えられるのが腸内環境の悪化です。ストレスや運動不足、便秘に加えて食べ過ぎも腸内環境悪化の原因です。免疫細胞のおよそ6割は腸に集まっていると言われています。その腸内環境が悪化してしまうと、免疫細胞が正常に働けなくなり、本来は害のないものを敵とみなし、アレルギー反応を引き起こすようになる。故に空腹の時間を設けて腸をいたわることは、アレルギーを改善する上でも非常に重要だと言えます。空腹のメリットの3つ目は、アンチエイジングにも効果があることです。どんな時代になっても老化は人々にとって大きな悩みの種です。老化とはすなわち細胞の劣化であります。シワやシミは皮膚の細胞、白髪は髪や地肌の細胞、疲れやすさは筋肉や内臓の細胞がそれぞれ衰えていくことで引き起こされます。細胞の老化には活性酸素が関係しています。活性酸素は酸化させる力が強いです。酸化すると鉄が錆びてしまうように、細胞も酸化させてしまうのです。活性酸素と大きく関わっているのがミトコンドリアです。ミトコンドリアは細胞の活動に必要なエネルギーを生み出す役割を担っています。細胞内のミトコンドリアが新しく、質が良く、数が多いほど、その細胞はたくさんのエネルギーを得られるし、活性酸素のダメージを受けることも少ないのです。古いミトコンドリアを一掃し、新しく生まれ変わる役割を果たすのが、先ほども取り上げたオートファジーです。オートファジーはアンチエイジングにも大きな効果が期待できます。はい、ここまでで1日3食の危険性や空腹のメリットに関してお話しさせていただきました。ではこれから1日の食事回数を減らしてみようって行動できるのは、家庭や仕事での付き合いを考えるとなかなか難しいと思います。そこで一つ皆さんに検討していただきたいのは、週末だけチャレンジするという考え方です。空腹の効果があると個人的に実感できるのは、16時間断食することです。16時間というとちょっと長いのではないかという人もいるかと思います。ただ普段の睡眠時間を 7,8 時間として、それも含めて換算するなら、そこまで苦しむ時間ではないかと思います。正直16時間の断食効果は大きいです。最後に物を食べて10時間程度が経過すると、蓄えていた脂肪が分解されてエネルギーとして使われます。そして16時間が経過すると、古くなった細胞を内側から新しく生まれ変わるオートファジーが働き出します。土曜日などは家族や友人との時間を過ごしたいという方は、日曜日に一人の時間を作って断食してみるということも視野に入れてみてはいかがでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。今回は1日3食は悪習慣であるということをお話しさせていただきました。これからも人生のあり方や日々役立つ情報を短く分かりやすくお伝えしていきます。少しでも今回の動画が役に立ったという方は、ぜひ評価とチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。